Stop worrying, we know you are. You are more than our voices, no one must be all in your throne. ステラーブレイドの世界へようこそ。本作の舞台は荒廃した地球です。正体不明の敵ネイティブにより人類は宇宙コロニーへの避難を余儀なくされています。物語の主人公は第7空挺部隊の兵士であるイブ。任務はエルダーネイティブを倒し地球を救うことです。与えられた任務を遂行するだけ。第7空挺部隊の大半が地球への降下作戦で命を落とす中、イブは2人の新しい仲間と出会います。地球生まれのアダムはハイパーセルと呼ばれるエネルギー源を探し求めています。アルファネイティブが潜んでる。ここがエイドス7。第5空挺部隊に所属するリリーはサポートエンジニアです。リリー・アルテミス2世です。じゃあエンジニアとしてサポートします。リリーはその知識を生かし旅を通して装備を強化してくれます。よし終わり。確かに軽くなった気がする。ここはザイオン。地球に生き残った人々が荒野の地下に建設した都市です。うわー、荒野の中に町があるなんてびっくり。イブは住民から天使と呼ばれ恐怖と畏怖の対象となっています。てめえに売るもんなんじゃねえんだよ。警戒する住民たちは町の復興に手を貸すイブに徐々に心を開き始めます。ジョーちゃんいらっしゃい。客人のお目見えか。天使様とお会いできるなんて嘘みたい。時に住民たちはイブに助けを求めてきます。あの子を連れ戻してくれ。ここで待ってて。皆の要望に応じるためイブは荒野や大砂漠へと向かいます。こうした場所はネイティブだけでなく壊れた機械やロボットに支配されています。こんな場所になんでブッシュキャンプが。各地には過去に空挺部隊が設営した補給所があります。キャンプでは各種消耗品の補充や新たなスキルの習得、装備のアップグレードなどができます。休息をとって体力を回復することも可能です。イブは旅をする中で多くのものから助けを求められます。どうか私を助けてください。助けるかどうかは全てプレイヤー次第です。エルダーネイティブを追う中で時には敵対的な生存者とも出会うでしょう。あるいはより恐ろしい存在とも。アルファネイティブを倒した後はどうする気なんだ。私たち空挺部隊兵の存在理由はただ一つ。確か全てのネイティブを駆逐することだったか。異なる種族を根絶やしにすることが存在理由とは。苦しい戦いが続くぞ。平気、一人でもやれる。簡単には言うかぬぞ。天使というとイブ空挺部隊の隊員の通称ですね。理由はわからんがそやつの強い憎しみを感じる。やつを見つけ出して敵を取ってみせる。あ、来ました。風が強い。ドローンが変形した。これまでのドローンとは別物です。 So close to the goal, headed to light, better hope. Now it's time, together was love. Show me how stars fall down, and still shine bright. Wherever you go, they'll all be your side. So that we can. PlayStation